ねえねえ、幸子先生って車の運転できるの？先生は運転免許取ってないからできないわよ。ふーん、そうなんだ。大人になるとみんな運転するって思ってた。そんなことないわよ。それに私は助手席専門なのよ。幸子先生、相手いないのに助手席乗れるの？何も相手が男とは限らないでしょ。幸子先生も教習所っていうところに行ってみないの？そうね。でもちょっと忙しいから。ふーん、そっか。先生、車の運転もできないし、運転してくれる相手もいないし、車には無縁の世界で生きてるんだね。どうしたの？みんな急にそんな車って。そんなに言うなら、先生が車の免許取って、あなたたちを助手席に乗せてあげるから覚悟しなさい。なんか先生怖い。子供ってああいうことズケズケ言うからマジ怖えな。翔太くん、私たちデフォルトの服めっちゃ久しぶりじゃない？手をつないで連れてくよ、海に眠る宝石よ、二人の。よーし、今日から頑張るわよ、自動車教習所。サクッと取ってあの子たちを見返してあげるんだから。すみません、今日から教習所に通わせていただきます向井幸子と申します。向井さんですね、お待ちしておりました。まずは学科の講義がございますので、そちらのエレベーターか階段からで2階にお越しください。わかりました、ありがとうございます。もしかしたら素敵な出会いもあるかも。先生はご結婚されてますか？私ですか？そうですね、3ヶ月ほど前に入籍いたしました。よし、絶対惚れないようにしよう。じゃあエレベーターで2階まで行こう。私だって先生なんだから、実技はあんまり得意じゃないかもだけど、学科ならすぐに合格できる自信あるわ。第一受講室、ここね。わ、結構生徒いるわね。やっぱり若い子が多そうね。でも負けてらんないわ。こういう時は一番前の席を取るのよ。心なしか女性の方が多い気がするわね。なんでだろう。てっきり男性の方が多いかなって思ってたんだけど。すみません皆さん、お待たせいたしました。僕が皆さんの担当をさせていただきます。名前が若い池と申します。皆さんの運転、最後まで見守らせていただきますね。はーい、よろしくお願いします。なるほど、だから女性が多いのか。そりゃこんなにかっこよくて若いイケメンの先生が担当だったらな。なんだったら私が人生見守ってあげるのに。それでは講義を始めたいと思います。まずは一般的に車の最高速度についてなんですけれども。こりゃ勉強はかどるわ。へえ、向井さんって小学校の教師やってるんですか？すごい、私も実は教師目指してるんです。どうですか、先生楽しいですか？そうですね、先生楽しいですよ。子供たちもとっても可愛いし、ただ一つ言っておきたいのが、彼しか結婚相手は見つけといた方がいいですよ。なるほど、わかりました。その通りですよ。相手を見つけておかないと僕みたいに独身になっちゃいますよ。でも皆さんはとっても魅力的だから、すぐに相手が見つかりそうだな。もう池先生ったらそんなこと言って絶対相手いる。池先生はどんな人がタイプなんですか？僕はそうだな、年上のお姉さんみたいな人がいいかな。ちらっと。何今の、私に気があるってこと？どうしよう、私勘違いだったら秒でできるけど大丈夫そう？いよいよ実技か、ちょっと緊張するな。向井さん、同じメガネ仲間として頑張りましょうね。この人誰？そうですね、頑張りましょう。向井さん、もし免許をちゃんと取れたら、僕と一緒に。お願い、じっとして喋って。それじゃあ向井さん、こちらに来てください。お話は後ということで、それじゃあ私行ってきますね。向井さんに似合う可愛らしいピンクの車を用意しておきましたよ。またそうやって喜ばせるんだから。それじゃあゆっくり運転していきましょう。アクセルはゆっくり踏むんですよ。そうやって最初はそんな感じで大丈夫です。いいですか？書いてる通り絶対に45キロ以上の速度は出しちゃダメですよ。ちょっとでも超えたら減点になりますからね。先生、カーブって結構難しいですね。あ、危ない。あらら、少し乗り上げちゃいましたね。お、だいぶ慣れてきたんじゃないですか。さっきよりもスムーズに動いてますよ。わ、先生、坂なんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。少しだけでいいんでアクセルをさっきより強く踏んでください。さあ、信号ですよ。今は青になってるんでそのままスムーズに進みましょう。急に飛び出してくる人もいるんで気をつけてくださいね。ブレーキは絶対にすぐにかけれる体勢で。さあ、これで一周できましたね。向井さん、すごい。初めての運転とは思えないぐらい上手でしたよ。そんな池先生のご指導が良かったんですよ。そんなご謙遜なさらずに。あと2人の時は池って呼んでくれて構いませんからね。はにゃー。ああ、また池のやつたぶらかしてるよ。ほんとあいつ懲りないな。池先生について詳しく聞かせてくださいませんか？じゃあね、みんな早く帰りなさいよ。あれ、幸子先生、今日服装ちょっと違う。もしかして誰かとデートですか？違うわよ。今日は初めて外で運転の練習なのよ。なんだか幸子先生、教習所に通い出してから楽しそうね。ありゃ確実に教官の先生に惚れ込んでるね。幸子先生、恋のアクセル踏み間違えんなよ。あの子、うまいこと言うわね。それじゃあ、ここから先は幸子さんに運転してもらおうかな。あ、ごめんなさい。下の名前で呼んじゃいました。いえ、何回でも10回でも100回でも1万回でも呼んでください。実はこっちの道、教習では使わないコースなんですよ。ほら見てください。この夕暮れ時の海の景色、すっごく綺麗でしょ。ほんとだ、綺麗。なんかドライブコースって感じですね。どうしてもこの景色、幸子さんに見せたかったんです。幸子さん、そっち道じゃないですよ。幸子さん、危ない。早速恋のアクセル踏み間違えた。それじゃあ遅くなってきたんで、ここから僕が運転して送りますね。あれ、先生、教習所に帰るんじゃないんですか？実はこっちが近道があるんですよ。池先生、こっちって全然道が違うような気がするんですけど。さあ、着きましたよ。ここが教習所です。先生、ここって教習所じゃないですよ。何考えてるんですか？僕、一目見た時から幸子さんのことすっごく気になってたんです。幸子さんは僕のこと嫌いですか？いや、嫌いとかじゃ、そういうのじゃないですけど、でもこういうのってじゃあいいですよね。子供じゃないんですから。やっぱりダメです。こういうのって段階っていうものがあって。ああ、もうめんどくさい。いや、せっかく俺が相手してやるって言ったのに断るんだ。へえ。池先生、俺があんたみたいな地味で年食ってる女性相手にするわけねえだろ。ただ意外といい体してるなぁと思って、ちょっと味見してみようと思っただけ。なんですかそれ。本当に最低ですね。別にどうせもう会うことないですしね。ちゃんと合格にしとくんで、あとは一人で運転楽しんでください。それじゃあ。待て、このクズ野郎。何するんだ。向井さんはとっても魅力的な女性だ。それを侮辱するなんて僕が許さない。はい、わかったからもう俺は立ち去るから、2人で仲良くやっといてくれよ。大丈夫ですか？なんかありがとうございます。いえ、あの人いつも教習が終わる生徒にああやって手を出してたみたいですよ。向井さんが何もされなくてよかった。私もちょっと浮かれてたところがあるんで反省します。向井さん、僕とお友達からでいいんで、今度一緒にデートしませんか？お気持ちは嬉しいんですが。ごめんなさい。なんか流れ的に私があなたのことちょっと好きになるみたいな感じだと思うんですけど、恋愛対象には全くなりそうにないんです。本当にごめんなさい。そこまで言われたらもう何も言えないですよ。恋の法定速度はしっかり守る幸子先生なのでした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。